こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国人は高級ブランド品消費が世界一位と見栄しか張れない国民性を露呈しましたが、ロレックスを買いながらカップラーメンしか食べていないようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国は外華内マロード、外側は華やかに見えるが中身は空っぽの国。産経新聞系列のタブロイド紙夕刊フジが韓国人のブランド愛にスポットライトを当てながらこのようなタイトルの文を掲載し議論を呼んでいる。一見すると立派な製品 D が実際に使ってみると性能が落ちてすぐに壊れるといういわゆる軽クオリティは外華内マロードの国民性の産物と煽った。最近の韓国の様々なメディアが報道した韓国人のブランド品の消費量や高級車の購入額に関する記事に触れながら、やはり外華内マロードの国民性は変わらないと言いながら韓国のブランド品のコピー問題と家計債務の状況を指摘した。記者は韓国の20から30代はカップラーメンで夕食を済ませながらエルメスの空き箱を背景に偽物のロレックスの時計をつけた写真を撮るとし、それがおかしいとかかわいそうな文化だとは思わない、沈みゆく国の姿と非難した。一方ブルームバーグ通信は世界最大の贅沢品の消費者は商標を愛する韓国人というタイトルの記事を出した。ブルームバーグは2週間前に公開された投資銀行のモルガン・スタンレーのブランド品消費分析報告書を伝えながら分析した。報告書によると昨年の韓国の1人当たりのブランド品の消費額は世界1位と推算された。韓国は325ドルでアメリカの280ドルや中国の55ドルを抜いた。またブランド企業にとって韓国は2倍以上の人口を持つ日本と同じくらい重要な場所になった都市、プラダ、モンクレール、バーバリーなどの最高級ブランドの小売売上の 10% 以上を占めると分析した。それではネットの反応です。悔しいが共感できる部分もある。あんな扱いをされてもユニクロを着ながら日本に遊びに行くものは何なのか。気分が悪いなら買うのはやめましょう。最近他人の視線だけを気にして見栄を張る人がすごく多いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。